岸本周平7月12日隊は、日本の政治家、大倉、財務官僚。国民民主党所属の衆議院議員、国民民主党幹事長代行。内閣府大臣政務官、経済産業大臣政務官、旧国民民主党選挙対策委員長、国民民主党選挙対策委員長歴任。妻は、NHK 記者の飯田香織。和歌山県和歌山市生まれ。 和歌山県立東院高等学校、東京大学法学部卒業。大学卒業後、大倉省に入省。入省同期には、後藤茂之、寺田実、稲垣光隆、枝広直美樹、高橋洋一、佐藤真一、林信光、山崎達夫、森信隆、西村善志ら23人らがいる。主税局や主計局主査を経て、 大倉省在職中の1995年、アメリカ合衆国プリンストン大学に留学し、同大学国際問題研究所で客員研究員を務め、翌1996年より客員講師。なお、社会人になってからは英語には無縁であった岸本は、帰国後の2000年、40歳を目前にしての英語学習や海外生活での右翼曲折をユーモラスに描いた。 著書、中年英語組プリンストン大学の庭科教授を、修営写真書から上司している。大倉省接待予職事件に橋を発した、ノーパンシャブシャブ接待では、自らも MOF 担から接待を受けていた。2004年4月、理財局国庫課長を最後に、財務省を退官。トヨタ自動車に入社し、同社障害部長に就任する。トヨタ自動車では、 奥田博士の政策スタッフを務め、財界における奥田の活動をサポートした。同年7月の第20回参議院議員通常、選挙では、同郷の竹中平蔵の選挙参謀を務める。同年10月より、内閣不参与に就任し、構造改革を推進する、小泉淳一郎首相や竹中平蔵経済、財政担当証券郵政民営化担当将らを、 支えた。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙を前に内閣不参与を辞任。民主党公認で和歌山一区から出馬したが自由民主党前職の谷本達也に敗れ落選。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では和歌山一区で谷本を破り初当選した。二千十年九月民主党代表選挙では 小沢一郎の推薦人となった。2011年3月、日本のグランドデザイン研究会の結成に参加した。同年8月の民主党代表選挙では、野田義彦の推薦人となった。2012年10月、野田第三次改造内閣で、内閣府大臣政務官兼経済、産業大臣政務官、地球温暖化対策、コンテンツ、 私的財産制度に任命される。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では民主党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、和歌山1区で自民党新人の文白文や自民党を離党し、日本維新の会から出馬した元衆議院議員の林、淳羅を破り再選。2014年12月の 第47回衆議院議員総選挙では、和歌山1区で門を破り、参戦。2016年3月27日、民主党と維新の党が合流して結成された、民進党に参加した。同年9月の民進党代表選挙では、玉木雄一郎の推薦人となった。 2017年9月の民進党代表選挙後5日の連合赤山との会合で前原政治新代表が民進党を回答しなければ離党する考えを示すなど離党を検討していることが報じられ13日に大島厚志幹事長から異流を受けた際にはリベラル系の保守議員で新たな勢力を作る必要があると回答論を述べたその後 最終的には、遺留に応じ党に残ることになった。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の党公認で、和歌山一区で出馬し、4選。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加。5月8日、国民民主党の役員室長に就任した。 9月11日より、党選挙対策委員長。2020年8月22日、国民民主党和歌山県連は、常任幹事会を開き、立憲民主党との合流新党に参加しないことを、決めた。県連代表の岸本は、自身も、県連と同一補聴を取る考えを示した。9月15日、新、国民民主党の設立大会が開かれ、 当選挙対策委員長に就任した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で5選。12月に選対委員長を退任し幹事長代行に就任。ありがとうございます。